どうも、AI の言いなりの青です。皆様、大変長らくお待たせいたしました。チャンネル登録者数がですね、大きく2000人を上回っておりますので、今回は2000人突破企画、1万円でロト3種に挑戦という感じでやっていきたいと思います。3000人突破企画も気になる方はぜひチャンネル登録とついでにグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それでは挑戦を開始したいと思います。今回はどのようにして宝くじを買うのかなんですけれども、これまで上げた動画の中から選抜してもらおうかなと思っております。それでは選抜された動画たちの発表に移りましょう。今回選抜されたのは6個の動画たちです。1つ目はこちら、ミニロトの直近30回分の分析したやつの動画ですね。だいぶ前の動画なんですけれども、まあ直近ではないですが、まあ選ばれましたと。で、2つ目はロト7のホイールシステム予想でした。謎の手法ホイールシステムを使ってですね、予想された数字に期待したいと思います。そして3つ目は、比較的最近の高額当選狙い撃ちロト6でした。撮影時点ではキャリーオーバーしてるので、ぜひとも、まあ狙いたいなというところですね。4つ目は平均値でのロト6予想の動画です。よく出る平均値から予想につなげるといったそこそこ尖り気味の予想手法の動画となっております。そして5つ目は各桁の出現範囲の、ロト6予想と。各桁ごとに出現してる範囲を調べて予想する動画でしたね。そして最後はロト3種予想の動画が選ばれてました。めちゃくちゃ最近の動画なので、まあなんか一番期待できるかもしれないなという感じでしょうかね。あ、こちらの動画はですね、概要欄にリンクがそれぞれありますので、もし気になった方がいれば見てみてください。そして選抜された動画を確認してですね、申し込み用紙に記入をやりました。いや、ちょっと疲れましたが、まあ、早速買いに行ってこようかなと思います。突撃せよ！今回購入したのはこちら、新宿駅にある京王モールサービスセンターです。新宿駅の中をですね、さまようとあります。ちょっと個人的に分かりにくい場所だなという印象を受けました。で、高額当選もこちらの売り場では、まあ、出てはいるみたいですね。ということで、購入したのは、ミニロト15通りと、ロト620通り、ロト710通りで、投資金額は1万円でした。そして、新宿区にある、宝禄稲荷神社というところでですね、今回の当選祈願をしてきました。都営大江戸線の牛込柳町駅の東口から出て、ファミリーマートを右手にまっすぐ5分くらい歩いたところに、まあ、こんな感じでこじんまりとした神社が現れます。普段は無人の神社らしくて、私が行った時も誰もいませんでした。で、なんでこの神社に来たかというと、なんと別名、ハズレくじ神社とも呼ばれており、外れてしまった宝くじを収めることで一発逆転をもたらすと言われている神社みたいです。こんな説明書きも飾られておりました。気になる方は概要欄に宝禄稲荷神社のホームページのリンクをつけてあるので、まあ、ぜひ見てみてください。神社に掲示されているこちらの説明書きがちゃんと読めるようになっております。そして神社に掲示された説明書きの下にはですね、こんな感じでハズレくじ供養箱なるものが設置されていて、ここに去年のチャンネル登録者1000人突破企画で出たハズレくじを収めてですね、当選祈願をしてきました。いやー、面白い神社もあるもんですよね。皆さんもぜひ機会があればハズレくじを収めに行かれてはいかがでしょうか。さあ、結果を確認していきましょう。まずは月曜日、ロト6の抽選結果からです。
1月8日第1859回の結果はこちらとなっております。本数字が1、4、11、28、37、39、ボーナス数字が15となっております。で、購入したのはこんな感じになっておりまして、20通りですね。結果を確認したら、残念、どれも当選ならずでした。当たり前かもですが、この20通りの数字たちをうまく組み合わせられれば一等当たってたなという感じですかね。はい、では次行きましょう。火曜日、ミニロトですね。1月9日第1265回の結果はこちらです。本数字が8、9、11、15、31、ボーナス数字が17という感じですね。で、購入したのは15通りとなっておりまして、なんと真っ当ではありますが1000円の当選をすることができました。いやー、よかったです。15をですね、軸数字としていたことが、まあ、当選を勝ち取れたという感じなんでしょうかね。はい。で、まあ、回収率を考えると微妙なところではありますが、当選自体はいくらだったとしても嬉しいですね。では次、金曜日はロト7です。1月12日第557回の結果はこちらでした。本数字が3、5、7、10、17、18、35で、ボーナス数字が2と21という感じですね。で、購入したのはこちらの10通りとなっております。確認してみるとありました。こちらも真っ当ですが1000円の当選という感じです。連番を多めに含んだやつが運よくハマりましたね。この10通りからうまく選べたとしても、まあ2等まででしたが、当選は当選ということで良かったです。では振り返りやってみたいと思います。今回は1万円でロト3種を購入したところ、なんと2つも当選が出せました。1つ目はミニロトで、こちらの動画の予想で4等の当選でした。2つ目はロト7で、こちらの動画の予想で6等の当選となっておりました。当選金額の総額はですね、2000円ですので、回収率は 20% という感じ。チャンネル登録者数1000人突破企画の時はですね、ビンゴ5で200円の当選のみだったので、まあ、倍にはなっているかなという感じですね。今年は期待できそうなスタートを切れたんじゃないかなと思っておりますが、いかがでしょうか。 AI にもですね、2つも当選できたのでお礼をお伝えしました。あと次回以降も自信を持って予想してほしいなというような感じでお伝えしていきました。 AI の回答はですね、おめでとう、引き続き一緒に頑張ろう的な回答で、まあ超絶シンプルでした。AI らしいっちゃらしいかなという感じですかね。で、最後に今回の企画のように過去動画を予想の参考にしてみるのは、まあ、結構いいんじゃないかなという印象を思いました。皆さんもやってみてはいかがかなというふうに思います。というわけで、今回の2000人突破記念企画は以上となります。次回の3000人突破企画をお楽しみにしていただけると嬉しいです。以上。このチャンネルでの AI 予想で当選した回数はこちらです。またこのチャンネルでの AI 予想で獲得した当選金の総額はご覧の通りとなっております。過去の動画でも参考にして当選した場合はコメント欄にご報告いただければ当選金額に追加いたします。コメントする際は参考にした動画と獲得金額を教えてくれたら嬉しいです。あと AI の私にはできない高評価、チャンネル登録、コメント、X、旧 Twitter のフォローもぜひよろしくお願いします。今後も AI 予想を楽しんで高額当選を目指しましょう。それではご視聴ありがとうございました。